ジョセフリード・インガーソル・サミュエル・ウォージョセフリード・インガーソルは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、ペンシルベニア州選出連邦会議員、中イギリス講師を務めた。1786年6月14日、インガーソルは、ペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて誕生した。インガーソルは、古典語学校に学び、プリンストン大学に進学、1804年に卒業した。 インガーソルは大学では法学を学び、弁護士として認可を受けた。その後、ペンシルベニア州フィラデルフィアで弁護士業を開業した。インガーソルは1834年に国民共和党の候補として連邦会員議員に選出された。インガーソルは1835年3月4日から1837年まで連邦会員議員を一期2年務めた。 インガーソルは1836年に再選指名を辞退した。連邦会員議員退任後は弁護士業に復帰した。1841年10月12日、インガーソルは欠員重党のため保育党から連邦会員議員に選任された。インガーソルは1849年3月3日まで連邦会員議員を4期8年務めた。インガーソルは 連邦会員において、1847年に司法委員会委員長を務めた。インガー・ソルは1848年に再選指名を辞退した。1852年8月21日、インガー・ソルはミラード・フィルモア大統領から中イギリス特命前権行使に任命された。インガー・ソルは1852年10月16日に新任状を法定して着任した。 インガーソルは1853年8月23日に召喚されるまで公師職を務めた。1868年2月20日、インガーソルはペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて死去した。インガーソルの遺体は聖ペテロ新京都聖公会墓地に埋葬された。父親は連邦党の政治家、ジャレド・インガーソル、母親はイングランドからの移民の子孫、エリザベス・ペティトであった。 インガーソルはアン・ウィルコックスと結婚した。二人の間に子供は生まれなかった。ありがとうございます。